はい、はい、ストレスを舐めると建造豪気です、はい、さてさて The battle has begun. Fight! さあ建造も落ち着きを取り戻すか、ねね、まあ、試合前からね、はい、うん、いきなり暴れてたら困るんで、ね、とりあえず試合は最初は落ち着いた方がいいですね。うまい、今パンでアポ、そうです、近代パンをね、あれコパンすげえ下に強くて、あー、そういうことですか、結構動きが使えるんですけど、さあ竜巻出なかったものの、まあまあ、ね、すぐフォローには入りました。裏回り投げ、さあもう一回回り、立ち中竜巻昇竜、やっぱ昇竜を持ってないキャラには超置き攻めしやすくて、はい、だからディレイを取られても両対応の置き攻めっていうのが合計あるので、はいはいはい、そこをまあ今うまく使いましたよね。で、あと合計にね、近代パンからの円台 P と、はい、円コパン、あ、ごめんなさい、金コパンからの円台パンと、はい、円コパンからの金、円台パンだからね、タイミングが変わるから今後ちょっと難くなるんですよ、はい、ね、うわ、今のアッパーもバカ好きっすね。めちゃめちゃついてる。おお、中3発、これ、はいはい、キャラゲンのやつですね。これは綺麗に決まりましたね。中3発はヘルシーゲージ回収出して、そうです、素晴らしいですね。確かチューチューチューエンコパンエンダイケとかいけなかったかな、なんかキャラゲンでアベルになんか面白いのがあるんですよね、はい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 、チューチューコパンダイケだったかもしれないですけど、うん、なんかいろいろあるんですよね。あ、ダイヤシが届くんだっけ、そう、普通か、あー、竜巻は持続当てになる、普通に当てるとダイヤシが届かないけど持続当てになって竜巻が届く、あ、ダイヤシが届くという話だそうです、はい、今の試合見てた感じだと、ね、まあ、アベル戦やってるといいんでしょうね。で、先ほどやりたい放題やってた札幌寺さんはちょっとどうしようかと、さすがに立ち回りきっちりなって思ってるところですね。ユンもきつかったですかね。ユンもきつかったですかね。さあコメントも入ってるかさあ今の大パンで落ちるんだな、大パンで落ちる、うん、さあバックステガーリーダーがまた補正切りピオらない、大ケールでピオる、わーっとはめてる、表見えねー、これあるぞ、裏回りガードした、ずらしいガードだが投げる、裏回り、おー、ガードしている、すごいね、あれ裏回るんだな、裏回るですね、ヒャッキーキックで裏回り、あれは裏回れ慣れてますね、裏回れ慣れてます、ね、裏回れ慣れてます、さあ、ダイヤシコンボ表からずらすが、ここでコパンで押し返せ、うわー、つなげましたね、ジャンコパンが強いが EX コマ投げ、ゴーショー EX 打ってきた、そうですね、確認できるんだね、あ、そうですね、うわーっと、ホイールをうまく打ったが、ちょっと EX 竜巻を当てて画面端まで持ってきたかったんですけど、ダイパーまで赤セビアッパー、うわー、これはね、赤セビうまくいったところですよね、アベルはね、そうですね、まあ、しかしこれはまだ残るでしょう、さあどうする、勝利赤セビ、いやー、まだ分からんぞ、うわー、移動できない、今一歩届かず、いや今赤セビまで読んでるんだったら絶対に小系だったはずなんですよね、アベル側の選択肢は、で爆捨てしちゃったんで何かあんのかなと思ったら移動できず、最後の最後で、確かにね、豪気って使ってると歩きも早いんで、はい、結構ね早めに押しちゃう、投げちゃうのはあるんですけど、しかもね、ちょっと何被弾しても負けっていう状況だったんで、はい、いち早く楽になりたかった感じですよね、さあ1-1ですか、さて1-1になりました、さて今のところではうまくね、攻めをガードして盛り返したと、
かなんか、あれですね、僕の知ってるケンゾー君はもっと安定ダメージを取っていくイメージなんですけど、はいはいはい、なんかかなり置き攻め重視のなんか選択が多くて、うん、なんか新鮮ですね、はい、うん、ちょっと気合を入れてるとっていうかね、感じでしょうかね、うん、そこ大会用の立ち回りを別に考えているのか、うん、なんかそっち系なのかな、まあ、プレイヤーによっていろいろありますからね、そうですね、大会用の立ち回り考える人やいつも通りやる人とかね、うん、うん、さあ、おそめさんくで割とリターン重視ですね、おそめさんくは崩しがいいですね、はい、崩しの選択肢かなりうまいです、おっと、小鼻毛掴むガーッと、これは出ます、素晴らしい、おっと、爆走ってきましたか、そうですね、足台キックで、うわー、すかさず小鼻毛に帰れ、しかし、さあ投げたのはこの後のセットプレーが今日はあんまり、うえすごいところから強パンが飛んできた、大パン意外と長いですね、横のリーチね、まあ多分暴気だからっていうのはあると思うんですけど、あれ届くんだと思って、まあそれもあるんでしょうね、さあそうですね、ディレイを取ると大体全部裏回ってますね、あーはいはいはい、そういうところで見てるんですよね、あっとやらない程度出かけた、出馬中当たる、もしチェンジを打ち切ってないですかね、そもそも、そうですね、なんかそういうの多いですよね、さっきから、危ない、読みはタッチダウン、さあ追っていくぞ、投げ返した、これうまい、ずらして駐車の、まあ、ケージがたまんないのはついてないな、うまい、うまい、これですね、しっかり決める、今の豪気の良さですね、この円台パンキャンセルをうまく使ったコンボですね、かっこいいのが憎いんですよね、このルコン、ね、なんかおととい、おととい、さあしかしゲージ状況は札幌ルージュさんですね、さあ垂直をうまく使ってますね、めくってしまった、ついにそう、めくれそうなね打ち方してるなと思ってたんですけど、はいはいはい、わぁこれ危ない、振り締め、うまい、あちらキックでやり返した、あー出ない、これは表の選択肢を持っていくべきですね、あー怖い怖い怖い、チャート、あーこれは行きますかね、 100% 行きます、あちょっとミスから負けたのは痛いっすね、これがニコ生とかでよくやる負け方ですね、合気使ってて、こんな負け方してんの見せたくないとか言ってた時の負け方です、はい、めっちゃショックですね、これはちょっとで出していくっていうね、そのちゃんと背び捨てして狙いは良かったんですけど、いやもう完全にね、勝ち試合でしたね、勝ち試合ですからね、多分あの天勝じゃなくて、はい、竜巻大昇竜で倒せるっていうのに気づいちゃって、それで多分ミスっちゃったんですよ、逆にあこっちでいい、こっちの方が好き少ないみたいな、安定するはずだみたいな、普段絶対連番テンションミスらないのに、だいぶ私ミスないですね、全然ミスないです、全然ミスないですよ、さあリーチをかけたのはリーチをかけたのがサッポルジさん、サッポルジさんのねでいいですかね、何と呼びすればあれですが、いや本当、札幌さんとかでもいいんですかね、札幌さんでもいいかもしれないね、札幌さんね、今変えるのもなんかちょっと変ですけどね、さあしかし、さあしかし前のめりに行ってますね、ですね、うん、まあ、下回りはガードしている、こう投げをねやっぱよく通してるんですよ ね、さあ見えない、これはちょっと今ディレイ用に遅らせてきましたね、ですかね、結構ね投げを通してるんだけど、そのグラつぶしをねやっぱり食らってないんですよね、そうですね、そう、そこがねやっぱ人体的な感じの動き方なのかなとは思って見てたんですけど、おそめざんくえらい、ほら投げる、そうですね、やっぱガード硬いですね、そうなんですね、やっぱね相当遅らせないようにしてるんだと、なるほど、そ
ろそろ投げに対して入れてやろうとそうですねいうところの駒投げに対してしっかり間合い調整してましたね。やっぱ豪気の、ね、進化が発揮されるのは画面端なんで、はいはいはい、画面端維持っていう、ね、選択肢を取ってもいいとは思うんですけど今日の健三君はかなり飛び回るんですよね、はい、そこの中勝利ハイパン波動、うん、ちょっと踏み込みが甘いですね今は強制ガードになってないこれは EX 立つわけでいいんじゃないのこれはガードしている下段を刻め危ないマイステを止めた今のはマイステ絞りましたねそうですねうわーおーテンションテンション表落ち大ファンハートは大ファンハートに勝利刻みすぎたなるほどなるほどなるほどいや気持ちはすごい伝わってくるすごい伝わってくるこの体力でも肘当たったら終わりますからね終わりますからねいやでもねちゃんとそのリスク回避をしているコンビコンボですけど、うん、もう完走しきってるんでね、はい、結果こうやって勝ちにはつながってますんでさっきのねあの遠大、はい、近距離で遠距離でタイミング変わるってはい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 、まあ、自分がよくつながる方のそうですね、はい、やんだかもしれませんし、ねまあ、ミスってもいいよっていう方を選びましたね、うん、さあ、まあ、結局はマッチポイントになりました来ましたね、はい、決定戦ですよマジでどっち勝つか分かんないです分かんないですねこれ本当にだからミスがなければ豪気っていう感じもしますけどうそうです、ね、のもう試合展開がねそんなことさせてくれませんねもうこのプレッシャーは絶対ミスっちゃ そうですねプレッシャーなのでただ意外にちょっと投げが通り過ぎてるんで、はいはいはい、そこに対してどうなるかっていうね、うん、感じですねさあ立ち上げく2段目これもな恐れザンク機能してるかこと確定が取れなかったかめり込みはかなり確定しますからねそうですね、ああいい選択肢だああと押してきたこっちもいい選択肢だここはアシュラで回避したが2段目が当たるあーだそれチラシャド裏回り投げるこれはいい選択肢投げをグラップした大足踏み込んだ投げる投げこの重てあ何をやるんじゃ困って押し返して移動投げあうまい中段うまい冷静ですね冷静ですねうそうしかも多分ウルコンも食らわない選択肢だから選びやすかったんだと思いますね健三君の中でいやでもいいですねこのミスってもフォローをね前のめりでいきましたね、はいわあ投げたのは豪気これね表ねさっきから全部通ってんすよねもうほとんど裏行ってみでそうそうなんです裏にバック行ってるから、うん、あいい暴れだその勝利を食らいますねいやーこれちょっとどうだ確定を取りましたね当たらないが当たらなかったらいけない何回前投げ通るんこれあーいやらしいうわーずらしうまいこれは詰みますね積まないけど中断とさあ第1ブロック勝ち上がったのは健三豪気とはいおめでとうございます